なんかもう冷静にさ、2019年に戻りたくね。ボーン、地球上の皆さん、こんにちは。K-E-M-I-O ケミオンダウン。はい、ということでみんな先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。なんか今日のシェアハピはなんか何かをするっていうよりかはどちらかというとなんか喋る中心になるんだけど、なんかさ、冷静にさ、2019年に戻りたくね。ぶっちゃけ無理なんだけど、戻ることなんでぶっちゃけ無理なんだけど、うちらは進むことしかしないから。なんかもう2020年始まってまだ3ヶ月とかしか経ってないのに、もういろんなことが世界で起こりすぎて、まあもっとなんかピンポイントで言うと、コロナっていうさ、今さ、感染症の新しい病気がさ、ワールドツアーっていうかなんかまあもう世界中をこうやって今すごい、いやーって感じの状況になってきてるわけじゃん。いろんなことが世界で起きすぎてて、もう普通に病むっていうか普通にダウンタイム今。しかもさ、私さ、最近さ、たまごっち買い始めたんです。たまごっち。たまごっちがなんと今日今朝起きたらご覧ください。お仏壇の長谷川したんです。死にました。もうほんと悲しい。ここニューヨークでも、もうここ、この1週間ぐらいから、もうすごい結構やっぱ感染者がすごく出てきて、昨日もスーパーに行ったんだけど、この写真を見ていただけるとわかるけど、もう買いだめみたいな運動が始まっていて、もうご飯をいっぱい買っても家から出ないようにしようみたいな。オフィスで仕事してる人は自宅ワークに切り替わったりとか、まあ、電車とかもピーク時でも全然もう人乗ってないし、もう街自体もいないし、レストランとかも人いなくて、レストランとかももう閉めるところとか出てきたりとか、まあ今までぶっちゃけうちアメリカでマスクをしてる人とか見たことないの。なんか海外というかアメリカはなんかマスクしてるイコールもうすごいなんか病気を持ってるみたいなイメージがあるのかわかんないけど、マイルズにそれ言われたんだけど、だからなんか公共の場所でマスクするなんかカルチャーがないの。だけどなんか最近すごいマスクしてるこっちの現地の人とか見たりして、おーって思った。日本もトイレットペーパーがなくなるみたいなね、お店からトイレットペーパーが消えたりとかしたと思うんだけど、なんかアメリカももうトイレットペーパーはなくて、なんかもう普通にあ、みんな同じっていうか、なんかみんな同じ空の下だなっていうのをすごく感じました。はい、なんか2019年だった時、てか毎年年の切り替わりの時ってさ、次の年はもう最高の年になりますようにっていうテンションを繰り越してさ、次の年にさ突入していくわけだからさ、なんかもう全然計画通りに行ってなくて、今年とか始まってすぐからもう、なんかもうお仕事とかもどんどんキャンセルになったりとか延期になったりとか、それともイベントのお仕事とかももちろんどんどん中止になっていったりとか、まあ悲しいんだけどこれはもうしょうがないんだけど、うちこういうのってぶっちゃけなこと言うと映画の世界だと思ってたの。本当にごめんなさい、これで誰かをこうやってなんかイライラさせたら。でも映画の世界だと思ってたんです。なんかバイオハザードとかわかんないけど。ちな、ごめん、私髪の毛のここさ、描きすぎってか触りすぎじゃね。どないなんだが。うちも1ヶ月ぐらい前からこのことが起き始めたぐらいの時から、もうインターネットで毎朝起きたらもうすごい情報いろんなの見たりとかしたりとか、もう情報集めて友達に送ったりとか、なんかもう祖父母がすごく心配で、もうマスクとかどうすればいいんだろうとか、どうやったらもうやばいやばいとかって思って、もう毎日毎日考えてて、すごい病んだの、勝手に不安になりすぎてて、これのことに関してもう眠れないとまでは言って、だか言ってないかのはずまでも眠れない時もあった、正直に言うと。すごくすごくなんか不安になってっちゃったんだよね。で、多分うち周りにもそういう空気出してたと思うし、もういつもこの話ばっかりしてたりとか、インターネットで見つけた正しいのか正しくないのかよくわかんないような情報を、なんかこれこうらしいよとかって友達に話しちゃったりとかもしてたと思うし、で、なんかよくよく考えたの。もうみんな不安じゃん。普通に不安じゃん。うちも不安だし、みんな不安なの。だって、誰も感染したくないし、誰もね、生きたいよ、うちらは。生きていきたいし、まだまだ私人生にやることいっぱいあるし、普通に狩りにも出かけて恋人も作りたいし、普通に城も買いたいし、可愛い洋服も着たいし、もっと可愛くなって、もっと漏れたいし、シャネルのバッグだってまだ自分で買えてないわけ。全然まだまだ生きなきゃいけない予定だし、だから思ったのが、みんな不安だからこそ、何でもかんでもシェアして、すごい不安なのをどん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 インフルエンスしていくのって良くないなって思ったの。なんかこういう時だからこそ、SNS ってさ、すごいもう発信力の力の強さがあるじゃん。だからこそ、みんながさ、楽しいこととかポジティブなことをこうやってもう盛り上げるわけではないけど、発信していった方が、こういう不安な時だからこそアゲなシェアハピーなのかと、うちは一人で考えてたので、私のインスタグラムの DM とかでいろんな人がなんかメッセージを送ってくれるの。卒業式がなくなってしまったとか、卒業までの学校生活がなくなってしまったとか、大好きなアーティストのライブに行けなくなったとか、いろいろあるんだけど、わかるの。私もね、大好きなアーティストのライブっていうか、TWICE のライブに行く予定だったの、韓国の方で。だけどそれもファイナルも、まあ、もちろん今はこういう状況だからっていうことであれになってしまったんだけど、ちょっと落ち込むよね。でも今はやっぱりみんなの健康が大事だし、ライブは逃げないからって自分に言い聞かせてるんだけど、まあ、悲しいものは悲しい。でも私が思うに、こういう時に一番大事なのは、もしかしたら綺麗事に聞こえてしまうのかもしれないけど、うちらに一番大事なのは思いやりの気持ちっていうか、相手を思いやるその温かい気持ちが一番インポータントっていうか、緑に来る真ん中に来るべきだと思うのね。やっぱりみんなが不安からどんどんそれが
イライラに変わってって相手に強く当たってしまったりだとか、すごい心のない言葉を発してしまう瞬間っていうのが増えてくると思うんだけど、それってウイルスの思うツボじゃんみたいな、そういう時にそういう気持ちを持てるのがなんかすごい自分の強さなのかなと思って、うちも全然不安でなんかすごいわーってなっちゃう時あるんだけど、なんかダメだなと思って反省した。でもこれみんなの不安の気持ちにスイッチをぶち込むようで本当に申し訳ないけど、もうどうなるんだろうねこれから。ぶっちゃけ家の中にずっといるから最近やることないし、普通に暇だし暇じゃん暇じゃん、大丈夫そう。うちもちょっと YouTube の更新もう少しいつも以上のペースになんかできるようにちょっとなんかやってみる。普通になんか動画撮りたいし、もしこれがなんか全然更新しなかったら本当に謝罪なんですけど、もう普通に2019年の晦日王ぐらいの時はもうこんな予定じゃなかったし、普通にもう3月とか4月とか普通に旅行行く予定だったしね。マジどないなんだか本当に。うちがね、よくね、うちらっていう言葉を使うのはインタビューとかでもよく聞かれるんだけど、まあ普通に単純に話すと、うちがアメリカに引っ越した時にね、やっぱり友達が何もいなかったし、なんかいろんなハプニングとか起きた時に YouTube にこうやって投稿してた時に、今見てくれてるみんながコメント欄とかでこういうことやったらいいですよ、ああいうことやったらいいですよっていうのを送ってくれて、でうちの中の感覚的にはやっぱ実際にはその現場では一人ですごい対面してすごい対決とかしてるけど、でもみんながいるんだっていうのは目に見えないかもしれないけど、みんながいつもいるんだっていうので、うちらっていう言葉を使うようになっていっちゃったの自分の中で。だからさ、時にさ一人かもって思う瞬間とかって多分場面場面であると思うの。だけどそういう時も脳みそをいくらでもねコントロールするのなんて個々の自由だから、自分で考えちゃえばいいんだよ。みんなも頑張ってるかもとか、うちらで乗り越えるんだって考えたら、うちはいつもね心がスッて軽くなる瞬間があるの。なんか前の動画でも話したけど、心がねうちらで通過するんだって考えたら、心がスッてねなる瞬間とかがうちはねあったりするの。やっぱなんか乗り越えるって考えると、普通にでっけえ山乗り越えるのって普通に息切れそうで無理じゃねえって思うから、うちはいつもなんかもう通過するって考えるの。そうすればさ、やっぱ言葉って面白いもので体がスッて軽くなる瞬間があるんだよね。だからみんな不安な気持ちはわかるけど、こういう時だからこそうちらで頑張ろうね。ということで今日の動画を見てくれてほんまにありがとうございました。よかったらまた来週の動画を見てくれたら好きがこぼれ落ちます。ごめんなさい、なんか今日の動画はなんかうち冷静に最近考えて冷静に2019年に戻りてえって思ったから動画を撮ってしまったんですけど、また来週会える日を、みんなに会える日を楽しみにしておりますので、さよなら、みんなバイバイ。うちらでまた1週間頑張ろうね。